ずこちゃん風メイク。わー、お目目がピンクになってかわいい。とっても似合っているわよ。嬉しい。ブリルとつくもは仲良しだな。マークもメイクしてみた。くもりおかしいよ。守ってもらってばっかりね。いいんだよ、いつでも僕が守るからね。また来たよ。今度は僕たちのことを追いかけてくる。しつこいよ。わー、サンサンたちどこへ行ったのかしら。サンサンたちが鏡に閉じ込められてる。捕まっちゃった。出られないよ。サンサン、クモリ、どうしよう。ブリル、私たちでサンサンとクモリンを助けに行きましょう。でも、鬼に勝てるかな。勇気を振り絞るのよ。うん、わかった。私たちにも戦い方があるはずよ。でも、強くなるためにはどうすればいいのかしら。鬼に勝つには、鬼になるしかない。ねずこちゃんに変身。最後にピンクのリップとアイシャドウを塗って、花びらのチークでほっぺをぬりぬり、かわいいプリネズコの完成。わあ、素敵。じゃあ私はしのぶさんになるわ。お化粧もバッチリして、かわいい私たちと戦いましょう。サンサンとクモリンを助ける。ここは私に任せて。虫の呼吸、つくもない。うーえい。やったわ。二人で力を合わせたら無敵だよ。サンサンたちが戻ってこれなくなるよ。やめなさい。あれ、リップだ。ブリル、私わかったわ。鬼は私たちとお化粧ごっこをしたかったのよ。そうだったの。でも今は鬼を止めましょう。一緒にお化粧ごっこして遊びたかったの？それなら一緒に遊びましょう。こっちにおいで。お兄さん、可愛いものが大好きなんだね。バラのチークを気に入ったの？ほっぺたを可愛くできるわよ。私、作ってみたい。じゃあ一緒に作ってみましょう。必要なものはこれよ。お花だ。大人の人と一緒に作りましょうね。はーい。はじめに造花を使うわよ。ハサミを使って花びらを一枚一枚切りましょう。ゆっくり丁寧に切ろうね。10枚から15枚くらい花びらを用意しましょう。できた。ふわふわ。いい感じ。花びらを洗って乾かしましょう。乾いたらチークと割り箸を用意して、割り箸でチークをお皿の上に崩していきましょう。わーい、楽しい。綿棒を使ってもいいわよ。これは大人の人と一緒にやりましょうね。ザクザク、できた。それじゃあ化粧水を用意して、ちょっとだけチークに混ぜましょう。混ぜ混ぜ、ドロドロしてる。いいわね。ドロドロしていなかったら化粧水を少し足してみましょう。できた。じゃあ花びらにこのチークを塗りましょうね。ぬりぬりぬり、上手にできた。綺麗ね。じゃあ乾くまで待ちましょう。乾いた。じゃあ花びらを瓶に詰めて完成。ブラシを使ってぬりぬり、ほっぺたがピンクになった。チークを使うときは大人の人に確認してから使ってね。とっても楽しいね。ねえ、楽しそうなのはいいけど、僕たちのこと忘れてない？あー、助けてー。そうだ、そうだ、おじさん助けてくれてありがとう。ジョーン、今日は何して遊ぼっか。じゃーん、新品のミニカーだよ。かっこいい。
時や困った時、みんなピエンの顔になるんだ。ピエン、サンさんと同じ顔だ。クモリンくん、サンさんが悲しくなること言ったピエン。サンさんの好きなおもちゃ壊しちゃったけど、僕わざとじゃないんだよ。そうだったピエンか。じゃあ新しいおもちゃを渡してみるのはどうピエン？それいいかも。サンさん、ピエン、じゃーん、新しいミニカー、新品を買ってきたよ。喜んでくれるかな。ピエン、ダメだ。そうだな、クモリンくんはサンさんに謝ったの？だって僕わざとじゃないんだもん。サンさんが悲しんでいるのはおもちゃが壊れたからじゃないピエン。どういうこと？クモリンくんに謝ってほしいんだピエン。なんで？わざとじゃなくても大切なものを壊してしまったことに変わりはないピエン。まずは心から謝ることだピエン。僕が謝らないといけないの？サンさんがこのままピエンの顔だと僕みたいにピエンの妖精になっちゃう。ピエン！サンさんがその姿に？クモリン！遊ぼうピエン！ピエンピエン！僕謝ってくるよ。ピエン、ありがとう。頑張れピエン。消えた？お掃除で青鬼を倒した。どういうこと？
除をしてきれいにすると青鬼がいなくなるってこと？汚いところに青鬼が来ちゃうのかな。あ、青鬼が来る前に掃除しなきゃ。母さん待って、お便りを掃除しよう。ちっちゃい、ひどい汚れだね。ヤマタキン、よし、ルーレットを回そう。えい、あー、また掃除機だ。掃除機なら何でも吸えるんじゃない。よし、吸うよ。スイッチオン。あれ、全然取れない。掃除機じゃ汚れは吸えないよ。次はクモリン回します。えいやー、あ、ブラシが出たよ。これなら汚れが落とせるんじゃない。よし、こすってみよう。キュンキュンキュン、やったー、綺麗になった。ということは、やったー、お後がすぎる。これで安心だね。鬼のいない生活って快適。ん？なんか外から聞こえない？なんだろう。青鬼が外にも？なんでお外にも出るの？とにかくルーレットを回してみよう。えい！ほうきだ！ぼくがほうきに乗って見てみようか。ほうきは乗り物じゃありません。とにかく外に出てみよう。あ、サンさん見て、落ち葉だ。お外には落ち葉がたまるもんね。つまりお掃除します。サン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 、お家に帰ろう。今日は鬼退治をしたからゆっくり休もうね。うん、早く寝よう。おやすみなさい。うわぁ、なんでお布団に青鬼がいるの。あ、僕夜中にお布団でお菓子食べてました。ほら、くもりん、ブンブン。楽しいね。うん、どうしたの。流さなきゃいけないんだ。レバーどこにあんの。僕だ
のよ。みんなも作ってツイッターやインスタグラムで教えてね。僕かっこいいトイレ作った。バナナトイレ。なんかちょっと嫌かも。そうだ。じゃーくもりん。今日のお絵かき。書いてくれてありがとう。